今回はついに柴家長との決着に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。家長ついに撃たれる。泣いてまうやろ。回想にただ義が名前しか出ないのは全く予想してなかった。家長のもし現代で生きてたらの妄想だったらただ義は先生なんだ。ただ義は先生だけどただ義より年上のダークエルフは先輩なのも彼の考えが出て面白い。あれ回想っていうか先の妄想だよね。ただ義は前に現代なら政治家みたいな感じで書かれてたが家長的には先生なのか。半分転生パロやんけ。これ鬼滅みたいなエンドになるってことなのか。平和な時代に生きてたらよりも乱世の方が家長視点ではやれることがあってよかったか。現パロ家長の何しようかなは10代特有のものにしか見えないような気もする。渋川じゃないけど早すぎるし音楽活動はお金だけじゃないと思うけどな。岩松お前それやりさでは。現パロ妄想のあそこまでひどくなくとも乱世で仲間が死んで強い危機感を持たないと才能が開花しなさそうなのはありそうだな。家長が変わったのは忠義との会話もあるがもろなおたちが忠義を殺すと予想したのがでかそうだったし。若も家族のほとんどが死ぬ事件の鎌倉幕府が倒れることがないと逃げの才能はあそこまで開花されなかったからそこで待機してるのかな。でも現パロ家長と違って彼は鬼ごっこでも十分楽しめそうだから違うかな。なんだこの怒涛の現パロは。家長妄想で忠義出演がないのが意外だったけど大人になれは今川さん相手よりは人道的だが呪い扱いだったりする。家長が未来予知でなんか勝手に満足ししてる困惑。未来未来言ってたけど結局久しぶりっていう過去の存在に囚われてたのが皮肉だよね。ここまで家長の話やったならもしかしてこの後鎌倉陥落の一方とそれに付随する足利の反応にも割とページ割くのかね。とりあえず義明から家長へのコメントは欲しい。現パロ、何を言うか渋川くんの会話の部分だけはすごい好き。どこをどうやったら現代まで未来を見通せるんだよ。もはや超能力だろ。今回の久し版の現パロはせめて単行本のおまけで見たかった。単行本おまけなら楽しめたかも。一コマくらいなら現パロポイシーンもいいアクセントなんだが、数ページもあるといや心理気持ってないのに未来見えすぎではって気持ちになっちゃうね。家長の妄想の上杉がライブハウス地獄にする人で笑った。久し版が大好きならたとえパッとしなくても久し版のみんな生きてて今川なんて山津に住んでいるのに乱世の方がいいがわからない。確かに、前までは久し版と仲良く平和に行きたいのかと思いきや今回はみんな死んでるけどやっぱ乱世でやりがいを持って行きたいしそっちのが幸せってことだもんな。情緒どうなってるんや。そこはまあみんなが生きてて楽しく過ごせるなら何もなせない平凡で退屈な日常でもよかったのに、って思ってたけど、いざ想像してみたらしっくりこねえな。やっぱ乱世で戦ってこそだよな、みたいなあれかもしれない。それはそれとして未来視させる必要なくない？とは思ったけど、そこを書いて欲しかったな。前回の回想が綺麗だったからこそ。目的はあったはずだが想像以上に久し版に囚われてた人間だったな。多分共感性周知で死にそうになってる人は現パロを自分で考えていた人だと思う。無事死にそう。現パロ部分より決着部分にページ取った方が良かったんじゃないかな。若の作とかはいいと思ったけど、若の作はあの長さでコンパクトに勢いあって良かったと思う。あれ伸ばしたらテンポ悪くなりそう。普通に久し版全員でお迎えとかでよかったんやで。久し版みんなとのんびり平和に生きるよりドロドロの政治バトルやる方がええんか。朗報鶴子ちゃん、どの時代でも天使。石堂は鶴子ちゃん大事だけどあくまで足利のために尽くす自分のために作った鶴子ちゃんに見えたから同人ゲーム作るタイプなのは意外だった。仕事に熱中させるために脳内彼女作るタイプかと。ゲームを作ることにより技術を伸ばしてそれを将来の仕事につなげるつもりかもしれん。石堂が理解してくれたのはただ義だけみたいなことを回想してた気がするから家長がそこまで理解してたら変か。そこは家長目線の石堂だから鶴子ちゃんがなぜ生まれたかの詳細や忠義の鶴岡八幡宮神楽殿貸し切りまで忠誠心爆上げされてたのまでは知らなかったんじゃね。どうでもいいんだけど鶴子ちゃんにそこそこ胸あってびっくりした。完全にロリ体型だと思ってたわ。水管の上からもはっきりとわかる豊穣さだぞ。あの現パロは家長の予知というより死ぬ寸前に一瞬だけ意識が飛んだ隙に見た夢と感じたな。家長の未来予測の能力と夢ならではのとんでも展開が合わさった上に、本人も意識朦朧だから夢と予知の境目がわからなくなってて、なんか平行世界の未来っぽい幻覚が見えて仲間が誰も死んでない平和な世界だったけど、それでも今の世に生まれたことが幸福だったと結論したんかなと。
すいません黙りますって顔じゃねえだろ。むしろに気持ちはうっせぇわと同じだけどより皮肉ってんのかな。若に続きお前までこんなセクシーな客船美出すとかどういうつもりだ。イエナがおらん。もう何この漫画作者の性癖ドバドバじゃない。全部このセリフが悪い。未来が見えるよりすげ未来が読めるイエナガっぽいから、やっぱあのゲンタロはイエナガの妄想っぽいのでは。正直ムード壊れるってのは同意。丁寧なネタぶりの回収。わいはイエナガの妄想力の賜物と思っとくわ。あれを未来予知にしたらあまりにも設定矛盾が起こる。ガチの未来史だったら忠義は現代に生まれていたら政治家というナレーションと矛盾してしまう。やっぱり単にイエナガの妄想なんじゃね。いや、いかにも政治家として描かれてるが、慣れでは実は政治家とは言われてないんや。確か現代でも影響力あったやろな的な感じだったはず。基本品の限定で基本パッと見えるだけの荒人神よりしげ、めちゃくちゃ鮮明に色々どこでも見えてる家長、お前心力もないのに何やってくれてんねん。若の作の書き方は良かったな。吹雪の教えを身にして若の考えた感が出てる。若の集まる視線で家長の位置を悟る作戦は良かった。家長の死に際に忠義の姿が出てこないのは意外だったな。源太郎は予想外すぎたけど最後のセリフは好き。ほんと最後のセリフ好き。平和な時代なら年老いるまで生き残ることができただろうと予見できても、それよりも今生きた時代の方を選んだんだよな。悔いはなかった最後のセリフだった。最後のセリフは良かったわ。自分はいいと思ったけどな。たとえ平和な時代に生まれて、非凡な才能に恵まれて、仲間にも恵まれていたとしても、戦乱の時代の17歳という若さで死ぬ方がいいみたいな感じで。なんつうか、平和な時代の自分より精一杯燃え尽きた今の自分の方がいいってのはすげえいいと思うんだよ。ただ家長が現代までリアルに予知できおかしくねってノイズになって没入できなかったわ。家長の最後すごくいいなと思ってきたらなんか不老だね。死に際の走馬灯が過去じゃなくて未来行くなのは珍しいけど、やっぱ平和な未来に生まれるよりこの乱世に生まれたからこそ自分は幸せだっていう最後の言葉には必要な走馬灯だし、自分はすごくいいと思った。あと家長は本当に久しぶりの同僚たちが好きだったんだなって。最後のセリフがより印象に残ってよかった。前回で死ぬと思ってたのであっさり死んだ感じは個人的にはしない。回想が作者はずらしたつもりなんだろうけど個人的には滑ったかな。そこは前回みたいな感じでよかった。1話からずっと家族もふるさとも何もかも失って死ぬべき時から逃げて逃げて逃げ続けた若に、死んでいった仲間たちに続けて死ぬ男が今死ぬのが幸せって言ったのがもうものすごい美しい対比だ。旧敵の家長はある意味死ぬべき時に死ねた若なんだろう。その終わりが笑みであったことが若にはどう映るだろうか。もしも現代に生まれていたらは何度かやってきたけど今の時代に生まれて死ぬのが一番幸せだったわ泣ける。ちょくちょく予想されててありえねえよと思っていたけど、もしかして鬼滅みたいな転生エンド決めるかもしれないのか。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしていてください。